リチャード・ホージソンは、オーストラリア出身の心霊研究者。1882年の SPR 創立時からのメンバー。アスプアの共同創立者。優れた知性と、極端な会議主義で知られた。彼の初期の調査は全て否定的結果に終わったため、パイパー夫人を10年ほど調査するまでは、ほとんど全てのプロの霊媒たちは、多少とも互いに結託した。 いやしい詐欺師の一団であると信じていた。なお、当時流星を誇っていた、新地学のブラバツキー夫人を調査して否定的な報告書を提出したり、1895年、ケンブリッジで行われたユーサピア・パラディーノの高齢会に出席して、詐欺行為だと確信したエピソードなどが知られている。1887年、ホジソンはアスプアの役員を務め、 合わせて、パイパー夫人の調査をするため、ボストンに派遣された。間もなく、アスプアに加入した詩人で作家のジョージ・ペラムと知り合い、親しい友人となった。1889年、パイパー夫人の調査をするうち、その誠実さを認識したホジソンは、さらに夫人にとって未知な環境での高齢化を観察するため、英国に招待した。 夫人は厳重な監視下で88回の高齢会を開き、多くの SPR メンバーが死後存続を確信したが、ホジソンはまだ会議的な姿勢を保っていた。1892年、ジョージ・ペラムが自故死。その1ヶ月後、彼はパイパー夫人の高齢会に登場した。ホジソンはすぐには信用せず、ペラムの友人を何人も匿名で高齢会に参加させ、 会話の内容を確認した。ペラムは、旧地の友人たちをすぐに見分けて、名前を呼んで話しかけ、話し方は、生前の特徴をよく備えていた。また、子供の頃に会った霧りだったものはわからない様子だった。生前あったことがないものが混ざっていると、面識がないときっぱり言い切った。ペラムについて様々な角度から検証したホジソンは、ついに、パイパー夫人の霊媒能力だけでなく、 死後存続も真実であると確信するようになった。1897年、パイパー夫人を通じて現れる例が、レクターと名乗り、これ以上ペラムを当てにしないよう警告した。その後はレクターが主な通信相手となる。1905年12月20日に、ボストンのボートクラブで心不全により高い。パイパー夫人に関する3番目の報告書は未完のままとなった。 ウィリアム・ジェームズは長い調査の間に彼と親友になっていたため SPR が彼の仕事を引き継ぐよう手配したという。ありがとうございます。